はい、どうも、シュンティビです。お願いします。ということで、本日は千葉県船橋になります、前原スポーツに来ております。本日はね、大井チャンネルの大井くんと一緒に撮影をしているので、大井くんの動画もぜひともチェックしてください。はい、今回はお店の商品を紹介してるんですけども、バットをメインに紹介をしていきたいと思います。はい、でも下行くと本当にさらにさらにいろいろありますし、これジュニア用かな、はい、短めだから。ジュニア用も幅広く、はい、販売してるということで、この売り場なんだ、これは価格がちょっとお得になったやつだな。この辺も値下げ商品かな、はい、お買い得商品が。やっぱさ、俺もやっぱ公式やってたから、はい、ちょっと公式振りたいんですけど、はい、知らないっていうのがある。ちなみにこの紐、これどうにかしてよ言ってこれ言って、はい、いや今知らなかったです。前もこうだったよ、はい、まずこれね、特殊な練習用バットが、あ、ペアじゃん、はい、これ、これめっちゃおすすめだよ。マジですか、これマジでいい、超使って。これを10回ぐらいこう振った後に打席立つと、あの本当にちょこんと当たるだけでめっちゃ飛ぶ。バコン、びっくり。これ使った方がいいですよ、あの子供とか学生野球やってる人はこれ使った方がいいですよ。うん、重さが95ぐらい、94か、はい、940ぐらいあるんですよ、はい、ここで当てる練習する、まあ、イコールミート力を上げるための練習プラスここグリップ、はい、太いの分かる、はい、めっちゃ太いですよ。リストがやばいっすか、やっぱ。そう、太いからこれ振るのにやっぱ力必要なんですよ。打つのってやっぱ前腕力ってやっぱ大事なんですよね。押し込むとかそういうのに使う、それにパワーもつくしミート力も上がるっていうので、ミート力向上、パワーも上がる、これ素晴らしいと思う。うん、しかもこれ取材に行った女子野球チームの監督さんもこれすごい興味持ってて、はい、やっぱ女子野球ってやっぱパワーがちょっと弱いっていうところもあるみたいなんで、パワーをどうしたらつけられるかところで、まあ、いろんななんかこの最近の野球ギアを使ってるんですけど、これは知らなかったと。え、これめちゃめちゃいいじゃないですかって。で、太いからパワーもねつくしみたいな、まあ、女の子だけどこれで振ることによってパワーもつくし、遠く飛ばせるかもしれないし、ね、ミート力も上がるし、これはいいぞと。チームの部品で買いたいですとは言ってました。なるほど。あれ、バットって高校生用ってなんか変わったんだっけ。今大会からっすね。これ変わったやつかな。そうです、新基準バット。じゃあ貼ってるやつは新基準か。多分これも全部そうっすね。マジで。はい、はい、え、36そのぐらいなの、値段。値段がどんな感じかちょっと分かんなかったんだけど、この辺は全部、はい、もう新基準かな。新基準ですね、もう。 Z さんはこうやって貼られてるんですね。確かに分かりやすい。ね、アシックスは、うわ、重ってくね、これ。いくつ ?900。はい。900あんの。全部900。え、めちゃめちゃ重いんだけど。1キロぐらいあるんかと思った。え、高校時代はこんな普通の。そうっすね。でもあれっすよ、バランスで、Z なんですけど、これバランスで違うんですよ、全然。だから、あ、そうなんだ。多分高校野球のルールが900以上っていう規定があるんですけど、ミドルバランスの、確かそのバランスがこっち側に感じやすいミートバッター向けみたいな。83センチ。900以上。でも多分さっきのと比べると、ちょっと手前側に入る。いやー、でもこれ振ってんのやばいな。まあ毎日練習してますから。ちょっと軟式にちょっとね頼りすぎてね、はい、我々ちょっと忘れてましたわ、この辛さで。この辺は何なんだ。この辺は社会人野球とかかな。そうっすね、大学社会人。でもぶっちゃけ今って高校生でも木製使ってる子いいんでしょ。あ、そうっすね。なんか俺高校野球やる子で普通金属ってイメージだったけど、木製使ったらダメってイメージだったの。 OK なんでしょ、もともと。そうですね、新基準になってきたから、うん、こっちの方が飛ぶ子も いるんじゃないかみたいな。そうだよね、はい、結局昔は金属の方が飛ぶから、はい、プラスね、結果も出るし勝てるしっていうので使ってたけど、結局ね、こっちになってあんまりこう変わらなくなったと、うん、だったら木製の方がいいやんっていうので木製を使ってる人が増えたらしくて、うん、おすすめって何かあるんですか。このメーカーはいいっすよみたいな。なんだこれ。これはもう軟式もそうなんですけど、硬さ打感で多分好みは分かれると思います。これ全部本当に違うの。本当にこの感じなじゃないですか。青玉はこうです。はい、ちょっとこのメープルに近い青玉があるとかじゃないんだ。そうですね、これはこれってもう決まってんだ。はい、乗せたい人、弾きたい人。バーチは聞いたことない。バーチ、はい、ビーチじゃない、これ海かな。アッシュはない、髪の毛かな。そうですねっていうぐらい知らない、はい、メイプルと青玉は分かる、はい、青玉はプロ野球選手がよく、あ、そうですね、青玉。メイプルと青玉以外でこうなんかさ、バットつく、これ使ってますよ。ーバーチです。バーチで、ね、あの監督ってことでノックバット、はい、これカラフルでいいっすね。そう、ノックバットいろいろあるんですよ、はい、僕的におすすめなやっぱりワッペのノックバットがおすすめで、はい、まあいつもお世話になってるワッペさんもそうなんですけど、種類も長さもいろいろあるんですよ、はい、他のメーカーもいろいろあるんですけど、
僕が使ってきた中でやっぱワッペさんが一番良くて、おずっと使ってましたね。なるほどですね、はい、私もおすすめありますよ。なんすか。はい、こちらの前原くんの使ったことあるの。使ったことないですけど、このやっぱ前原スポーツさんで買うならもうこれじゃないですか。そうっすね、ちょっとこれちょっと今日持って帰ろうかな。マイスポバット毎日寝ようかな、これ抱いて。ちょうど抱き枕なんか奪われてなかったから、あマイスポのこのノックバットを抱いて寝ようかな、これ。いいっすね、こうして寝る、こうして。いいっすね、前原バット。どういいと思います、採用で。9900円、いいよこれ。いいっすね、このこういうグラスの入り口にいるキャラクターですね。いろんなカラーで出したら面白いっすよ、ね、そう、マイスポ、ノックバット、いろんなカラーで。これなんか渋いけどね。これすごい長チョコ、長い間使ってました風だけど。確かに新品っていう。そう、フィンガージョイントノックバット。91cm、560。なんか俺の将来の夢というか、あれは、はい、ちょっと自動車、おノッカーとかしたいなぁ、はい、練習だけでもいいから、はい、シェードとしたら練習の手伝いとかノックとか、これずっと使ってたんですよ、はい。で、僕が前の三上さんって女子野球の人じゃないですか、はい、ノックバットプレゼントしたんですよ。それをなんか折っちゃったみたいで、おってことで俺が使ってたこれに近いカラーを、はい、ちょっと使いかけだったんですけど、渡して、うん、これじゃ使ってくださいよ、うーん、しっかりこれで練習ね、大学生たちに打っててくださいよって渡したんで、僕今ノックバットないっす。あー、なるほどですね。そう、なるほど、ないんすよノックバット今。だから今日もなかったんですね、午前中。そう、今日なかったんですよ、ノックバット。あったんですけど、ね、やっぱね、指導者の人のやっぱね、気持ちってやっぱあるじゃないですか、やっぱり、はい、自分が野球するわけじゃないのに、そのために時間を使うって、それはやっぱ素晴らしいし、僕もそうでありたいし、渡して使ってもらってるっていう感じです。はい、まあ本当にいいものばっかだよな、うん、長さも種類もね、たくさんね、ありますし、はい、はい、今後またマイスポさんで撮影とか、年始の初売りセールとかやらせてもらう機会があると思いますので、たくさん皆さん、マイスポに足を運んでください。というわけで本日はこのバット紹介を、させていただきました。結構コアなところですけど、意外とね、知らないこともあったんじゃないかなと思います。はい、ではチャンネル登録とコメント高評価、そしてマイスポさんとおいくんのチャンネル、概要欄に載せますのでチェックよろしくお願いします。それではありがとうございました。You're not